なんかかっこよくなったな。こんな広かった。じゃあ、じゃあ、高知時代は6時から試合開始で、球場に来るのが11時半ぐらいですね。11時半ぐらいに来て、いろいろ資料を見て、もう12時半ぐらいに選手がアップ始めるんで、それを見てっていう感じですね。なんかこうやってボールがこう飛んでいく姿って、やっぱいいですよね、見ててね。気持ちいいですよね。やっぱ野球はホームランが一番やっぱり打てて、楽しいですよね、うん、こういう細かい進塁だとかヒットなんかもいいけど、野球の醍醐味はホームランだなって思う。松原って結構パンチ力あるよね、うん、ちっちゃいけどね、うん、小さいけど結構パンチがある。坂本隼人、俺によく気づいたの。メガネかけてるのよく分かった。YouTube 見てるの。今日は YouTube の撮影で原監督にまた。今日またこの生石監督との YouTube 見てます。ありがとうございます。今度キャプテンもよろしくお願いします。頑張ってください。調子はどうですか。調子は良かった、良かった。ね。野球は難しいもんな。よかった。今日良くても明日悪いし、今日悪くても明日いいし。難しいです。でもまあ3500本を目指して頑張ってください。坂本は僕が肉のバッティングコーチしてる時に入ってきたんですよね。であとはもうあんまり坂本の代はみんな引退しちゃったかな。あと岡本和真は僕が二軍監督の時に入ってきた。1年間は見てますけどね、うん、でもみんな6時試合開始でもう2時からこうやってね練習してるってみんなあんまり知らないだろうね。小林、はい、小林副キャプテンだからね。打球音っていいよね。あの試合中はさやっぱりここまでこう静かじゃないから聞こえないけど、この音が何とも言えないよね、こうやって見るとね。アスリートアカデミア学長の岡崎薫です。今日は原監督の取材で東京ドームにやってまいりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうですか、監督開幕から1ヶ月ほど経ちました。そうですね、まあ20試合が終わったのかな、はい、非常に若いチームで、かなりメンバーは変わるよっていう話をね、はい、したと思うんですけども、はい、まあ馴染むという部分からいくとならばちょっと時間かかるだろうねっていう話をしたと思うんですね。まあ思った以上にね、戦力若い、経験のないような人たちも非常にこういい滑り出しをしたというかね、まだまだこれからこう山回り、まだこういろいろあるでしょうけど、まあまあいいスタートは切れたかなという感じですね。ですよね、思った以上ですよ。はい、はい、前回お聞きしたときに、まあ、4月はちょっと苦しむかなっていうふうなことをおっしゃってましたけども、ここまで20試合で13勝7敗貯金が6、まあ、上々の滑り出し。いやいやいや、そうですね、まあ、4月5月、まあ、この辺はちょっとかなりしんどい形になるかなと思っていましたけれども、うん、まあ思った以上に、まあ、得失点という点においてはもう本当に五分五分ぐらいなんですよ ね、 そうですね。まあ取れるゲーム、僅差のゲームを、まあ、しっかり勝つことができているというところなんでね、うん、やっぱりこうベンチにいて、まあ、選手たちはどう思ってるかわからないけども、我々はもうギリギリのところで ね、 そうですね、力の差というのはまだ
秀でたものではないっていう、ギリギリのところで野球やってるっていうのをね、本当に思ってますよ。勝っても負けても1点差2点差ゲームがすごく多くて、うん、最初バーッと勝った時も本当に1点差2点差のゲームが、うん、で勝ちが多かったんで、すごい自力があるのかなって。その1点って結構重いじゃないですか、うんうん、1点差って僅差なようで、うんうん、実はものすごく重い1点じゃないですか、勝ちと負けっていうのは。だから今そうやってでも勝ちにつながっていってるということは、うん、こう力がその一勝するごとについていってんじゃないかなみたいな、僕は考えで見てるんですけど、うん、若いチームですから、うん、まあ、あのこうやって野球好きな人が見られてると思うんですけども、はいはい、あの得失点差っていうのはよく見といてもらうといいですね。得失点差で、うん、今多分カープが首位にいてね、得失点差っていうのはすごくあるんですよね、うん、得点が多くて失点が少ない、はいはい、まあそういうチームっていうのはやっぱりチーム状態っていうのは非常に投打のバランスがいいということですよ、うん、でまあ我が軍は勝率っていう点ではそうそうカープとは変わってないんですけれども、得失点差という点では本当にギリギリのところでやってるという部分でね、まあそこはやっぱりまだまだ力の差もあるだろうし、まあ その中で本当にギリギリのところで、いい役割をしているという点では僕はピッチャー陣が頑張っていると思いますね、うん、ますね、はい、若いピッチャー頑張ってますよね、うんうん、最初に1ヶ月前に取材をさせていただいたときに、うん、まあ、一喜一憂していこうぜと言われて、うんうん、僕もそうやって一喜一憂して見てるんですが、今年の原監督をこう見てると、うん、テレビでパッと抜いた時に見てると、あの前半戦にしては、まあ、後半戦になったら原監督結構厳しい顔されることあるんですけども、前半戦の割に意外とこう喜怒哀楽を出されてるなっていう風な。あ、そう、はい、いいね。いいです、あの、嬉しそうな顔とか悔しそうな顔とかがあ、マスクをあの取れるような状況になったらもっといいなと思うんだけどねだマスクがあるから逆に隠せてるっていう点でもっと喜怒哀楽出てると思うんだけど、意識して出してます？そうでもないですか？まあ、意識はあまりしてないけれども、でもね、どっかにね、やっぱりこうゲームそのものは陽でなきゃいけないっていうふうに思ってますよ。で、陽があれば必ずその逆もあるんですよ、陽と陰、まあ、あの要するに、喜びがあれば、一生懸命やってれば喜びもあれば、まあ、ちょっと怒り、ちょっとこう銅みたいなところもあるわけですよね、まあ、そういうものはね、僕はまだ人間ができてないからやっぱ出ちゃうんだね。そう、年齢的なことからいくと、まあ、僕も、まあ、ベテランみたいな感じでね、で選手の人たちはおじいちゃんを見てるような状況で見てる選手たちもいると思うんですよね。でもそういうその思われてる監督っていうのはやっぱり褒める、いや素晴らしいっていうこと、いやよくやったなっていうことが非常に武器になるんですよね、まあ、そういう意味ではやっぱり喜怒哀楽というものはね、まあ、怒というのはあまり出さないではいますけれども、しかし時にはね、そういう一生懸命やってれば喜びも、まあ少しのなんていうか、まあ怒りとまで言わないにしてもね、その逆もあるという部分はね、やっぱり出すことが僕の中ではいい、選手たちには向上させる上においては武器だと思ってます。すごい武器だと思います武器だ、まあ、選手、まあ、コーチもそうなんですけど選手は特に監督の顔ってもういつも見てますから、あ監督がどこにどんな表情してるってキョロ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 してるじゃないですか。でも、ね、選手ってコーチもね褒めると喜ぶ。いやもうね、三塁コーチは今年、まあ、元木ヘッドが、ね、言ってますけど、はい、やっぱり今年の、ね、三塁コーチは、ね、素晴らしいですよ、判断、うんうん、的確に、まあ、回すという部分の目に見える部分も素晴らしいけれども、いろんな部分 で、うん、でまあ、僕らはスコアブック上とか目に見えなくいいプレーでもそれが出るわけじゃないですか。だからやっぱりヘッドなんかで、いや素晴らしい、指示をしたねって、いや見事だっていうことをね、さっと言うとね、やっぱりあの50近い、ヘッドコーチだってあらってこう嬉しいわけよね。
それ原監督に褒められたら誰だって嬉しいですよね。新之助においてもね、うん、すごくいいジャッジメントをね、そのプレーの前に言って、あの決勝タイムリーに決勝点になったんだけど、ランナー一塁三塁で小林が、サードゴロかなんかで、セカンドでファーストランナーからセーフになった時あったし、それが1点入った時あって、はい、あの時だってね、ちょうどあの打つ前に指示してるわけですよ、あの亀井に対して、うん、で小林とにかくリードを取って、もう早めにね、あのツーアウトだから、切るんだよって、うん、ファース内野ゴロだったらセーフになるから、慣れるようにしなきゃダメだよ。でそれをパッと瞬時に言って2秒後ぐらいにそのプレーその通りになった。だからいやー、新之助すごい、お前はすごい指示をしたね、うん、あれはファインプレーだと、まあ、小林も素晴らしい走塁したけど、うん、まあ、そういうことっていうのは随所に生きてるもんだから、うん、生きて教材としていいものが出た時にはやっぱそこはね、評価する、我々は見る、そうするとすごくまたコーチの人たちもエネルギーになるわけね、うんうんうん、まあ、その逆もなきにしもあらずだけど、うん、そうですね、コーチの人たちには注意もしなきゃいけないし指導もしなきゃいけないと思ってるんでね、まあ、そういう意味では分かりやすい部分からいくと、そういうふうにコーチの人たちも気分は悪くないわけだし、うんうんうん、しかしですから選手たちはやっぱりさらにそれは気分は良くなるわけですよね、うんうん、そこは大事だと思いますね、うん、まあ、言葉もそうなんですけど、もう本当表情だけでチームをコントロールしてるなって思います、見てて、うん、いやいや、まあ、いや監督の顔ってやっぱりみんな見てますから、そうですか、そういう意味では、だから若いチームだからこそ意識して喜怒哀楽を出してるのかなって、うん、勝手に僕は解釈して思ってたんですけれども、うん、今までの試合の中でも2つだけ聞きたいことがあって、うん、まあ、たくさんあるんですけど、その中で大きなことが、うん、